がりも美味しいよ。さんがり美味しい？うん。うん、うまこの一番美味しくなさそうなものを中心にしてますから今日。ポン酢味噌が、味噌が美味しいんだよね。スクリームなんじゃない？そんなない？え？一緒？違うかな。あ、一緒だわ、でもなんかこっちの方が味噌っぽいっていうか、一緒にしちゃダメか。ダメだよ、これでしょ。うん、ちょっとこれ大丈夫かな。一応冷蔵庫には入れたから大丈夫。じゃ全然大丈夫だよ。肉みたいなのも食べるか。今日の食品は2000円ぐらいだった。うん、1900何ぼ。酒入れてそれならいいか。うん、ほとんどが枝豆のお金みたいなもんだ枝豆が結構高かった。あと酒だね、4本買ってるし。うん、ちょっと高いの買っちゃった人もいるし。あ、そっか。あれ、こうは、はい、振り返りも、振り返りもする。うん、今日じゃないか、昨日一昨日、うん、まあ、つい3日前までで2ヶ月、うん、経ったね。うん、なんか変わったことある？暑くなった圧倒的に暑くなった、うん、そうだね。今梅雨入りのところに入ってるからね。うん、そうだね。なんか5月違うか、6月上旬に梅雨入りましたみたいな、うんうん、鳥取か島根で聞いたんだけど、うん、梅雨入ったのにねみたいな、あんま雨降ってないねみたいな。そうだ、雨降ってないし、なんか寒いねみたいな話してたよね、うん、それ鳥取じゃなかった、うん、あった気がする。うん、そうかも。でもやっぱり蒸してるよね、うん、そんな話してたらすぐに暑くなっちゃってね。うん、うん、本当に。だから一番変わったのは本当は暑さだね。うん、暑かった、暑くなった。それによってね、やっぱ我々の生命線のね、うん、車中泊がうん、厳しくなった。ほんとしなくなったよねしなくなったのかな、なんかそういう、うん、避けてきたのかもしれないけど、うん、避けてきた、うん、なんかたまたま宿に泊まってること多くなかった。たまたま宿に泊まってることが多くなかった、うん、たまたまね、うん、たまたまなのか何なのか。でも雨の日はさ、割と車中泊やめてるよね。うん、この間じゃない、やめる判断が早いもんね。うん、今日雨だからやめようって。その時の網の顔、嬉しそうな、うん、すごい喜ぶでも頑張ってたよね、うん、確かに先週とかね、結構ね、車中泊を頑張ってたんですよ、うん、ね、でもやっぱその暑いことで、本当車中泊が苦しいよね。そうだね、もう寝苦しい。うん、もうベタベタが、うん、やっぱアクセラだから、アクセラだからっていうか、あの2倍の広さでも絶対暑いよね。うん、やっぱ空気がこもって、うん、
扇風機があったとしてどうなるかだね。うん、まだ買ってないけどね、うん、あの我々北海道出発してから装備追加したのがあって網戸、うん、とニトリの冷感マットみたいな、あ、そうそう、冷感シーツみたいな、うんあれね、良かったよね、ニトリのやつ、うん、私的には結構良かったなって思って。そうだね、うん、それによってやっぱり良くはなったんだけど、車中泊はやっぱり、うん、厳しいですね、乗用車だと。本当に厳しいよね、うんまあ、そのせいでホテル泊が増えたということで、うん、その結果じゃあどれぐらいお金を使ったんですかね。そうだね、いや、もう詳しい金額聞いてないから、ちょっと待ってね、なんかね今読み込んでんだけどね、うん、あ、出たわ、出ますか、うん、5月19日から、じゃあ5月18日から6月17日まで、で6月17まで1ヶ月か38万5275円、はい、1日1万円計算だと圧倒的にオーバーしてますね、うん、でも5月31日まであったじゃん。あ、そうですかね、つまり32日31日、31日あるのか、うんうん、で38万円、うん、まあまあだと思う、うん、想定より少ないっていうか、うん、だってね1ヶ月で31日で38万、うん、何がし、うん、何がし、うん、やっぱね、食費がすごいね。食費が、食費が20万8492円、全体の 54%、うん、あ、やっぱ半分以上は食費で占めると。で、飲み代も 82.… あ、間違えた間違えた、82,362円とかだね。ん、食費、食費は208,000円で、208,000円、そのうち8万何ぼは飲みたい、はい、であとはね、まあ、でも1日6700円とか、うんうん、だから車中泊してればもう余裕の、まあ、してないからこうなっちゃうんだけどそうね、ホテルが、うん、ホテル代だって、ん、8万775円、8万700円、うん、でも安いとこ選んでるからね、いい、全然いいんじゃない、うん、まあまあいいね、うん、うん、で、ちょっとゴルフとかもしたりね。ああ、ゴルフしたね、まあ、ゴルフはそんなに高くなかったけど、うん、まあ、5,000円ぐらい、うんうん、4,000円か、4,800円だね、そう、そんなもんだね。あとガソリン25,154円、ガソリンがね高くなって、結構大きくな、高くなってきたのと、そうそうそう、なんかあの西日本、うん、山多くない、うん、多い、九州も、うん、北陸入ってからかすごい山が多い、うん、うん、なんかさ、あと結構今まで無料でさ高速道路とかあったけどさ、うん、九州とかからかもしれないけど、九州フリーないね、うん、フリーの高速ないから、なんかすごい山道を行かないとさ、うん、いけないから燃費がね、うん、燃費が落ちてきた、うん、と思われる、うん、うん、でもやばいじゃない、うん、あとなんか目立つようなものある。